カッパの三平、カッパの三平、カッパの三平は、水木しげるによる日本の漫画作品、及び、それを原作として作成された特撮テレビドラマ、アニメーション映画。カッパに似た、少年、三平がカッパに出会うことで始まる物語。人間と動物と妖怪が山で一緒に暮らす、牧歌的な世界を描いた、水木の代表作の一つである。 作品は1955年頃に発表された紙芝居から始まり、1961年に貸本漫画として刊行。その後も1966年の月刊僕ら、1968年の週刊少年サンデー、1993年の小学1年生と掲載誌を変えて新たなシリーズが発表され、1968年にはテレビドラマ、 カッパの三平妖怪大作戦、1993年には劇場用アニメカッパの三平が制作された。単行本は体裁を変えて何度も出版されており、歌詞本版とサンデー版は文庫で読むことができる。他のシリーズに関しても、水木しげる漫画大全集で全ての作品が復刻された。カッパの三平の物語は水木の故郷を 鳥取県境港の下の川にカッパが住んでいるという伝説から着想を得て、幼い目に語って聞かせた物語、カッパのカーボーが下敷きになっている。毎晩のようにカーボーの話をせがまれた水木は、少年時代の体験をカーボーに置き換えるなどして、即興で物語を作っていったという。やがて、紙芝居作家になった水木は気に入っていたカーボーの話を、 カッパの三平として紙芝居に仕立てる。三平が見つけたカッパの国からカッパたちが地上に現れるという内容で評判が良く、全後編80巻、1巻は10枚前後ほど続いた。しかし、版元からもっと面白くと注文されるごとにカッパを人間社会に多く出しすぎてしまい、物語の収集がつかなくなって続けることが難になってしまう。その後、 紙芝居の物語を歌手本漫画として再構築した際は、先の反省を生かして、カッパを出しすぎないようにした。三平の田舎の雰囲気は、水木の妻、布江の故郷である島根県安木市大塚を三にし、三平のおじいさんは、布江の父をモデルにして描いた。主人公の三平はカッパに似ているだけで特別な力は持っていない子供だが、水木は、 このような主人公が好きだと述べている。1961年から1962年にかけてうさぎ好き処房から全八巻まで観光。カッパにそっくりな人間の子供、河原三平がカッパの世界に迷い込むことがきっかけでカッパの長老の息子が人間世界へ留学することから始まる長編物語。水木とうさぎ好き処房の関係は長いが、 原稿料の見払いが続いた影響で関係が途絶えていた時期があり、本作は和解直後の作品である。しかし、間もなく倒産してしまううさぎ好き処方から突然発汗で終了と告げられ、やむなく話の途中の段階で三平を死なせて物語を終わらせてしまう。これによりいくら書きたくても続きが書けなくなってしまい、生涯の最大の失敗だったと語っている。 1966年に月刊僕らで全7話を連載。週刊少年マガジンで墓場の鬼太郎の掲載が始まった頃、同志にライバル意識を持っていたとされる月刊僕らから熱心に連載の意が来たという。内容は歌詞本番のリライトだが、歌詞本番や後の少年サンデー版にはないエピソードも描かれている。 定年冷凍向けの雑誌ゆえにタイトルをカッパの三平とカタカナに目、背景はあまり細かく書き込まない方針で作られた。また、三平の家族の死の表現を控えめにし、後半はカッパとタヌキとの共同生活を主体とするなど読者を意識した作りになっている。1968年から1969年にかけて週刊少年サンデーで連載。 別冊少年サンデーには、外伝の読み切り作品が掲載された。歌詞本番と、僕ら版を元にしたリライトだが、複数のオリジナルエピソードが加えられている。僕ら版で見られた短編のスタイルから長編として、組み直されており、中盤からは、三平とカッパが妖怪と戦いながら七つの秘宝を、探し行く、冒険活劇、ストトンとの素材を七つの秘宝が描かれた。これは、 妖怪退治の要素が加えられたテレビドラマ版を意識した展開とされる。その後は短編シリーズを挟んでから後半は僕ら版で省かれていた都会のエピソードへと繋がっていく。1993年から1994年にかけて小学館の学年別学習雑誌小学1年生に連載されたオールカラー作品。僕ら版と同じ。 カッパの三平のタイトルだが、これまでにない前編オリジナルストーリーが描かれた。本作は、カッパが三平のふりをして学校に通う物語であり、三平は最後まで登場しない。歌詞本番と少年サンデー版の物語で、三平が死んでしまった流れを組む作品とされている。百六十八年十月四日から百六十九年三月十八日まで、ネット系で、 全26話が放送された。1993年日活配給で劇場用アニメカッパの三平が公開された。脚本はゲゲゲの北郎第一期、第二期、第四期の雪室俊一。90分のカラー作品。カッパに似た少年三平はカッパのガー太郎と友達になり、行方不明になっている三平の母を探しに一緒に旅立つ物語。 水木の追悼企画として本作のリマスター作業を行い2016年に初めて DVD が発売されたデジタルリマスター化した DVD がポニーキャニオンから発売初回限定生産の愛蔵版には原画デザインのスリーブケース劇場パンフレットのミニチュア版などの特典付き各シリーズ別に比較的新しい書紙を記載絶版を含む 歌詞本番、サンデー版また、イバークジャパンから、電子書籍として、前後巻が配信されている。その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。